何？何でもないよ。じゃあ、こっち向けないでね。じゃあ何のために来たの？何でもないの。何のために？また生き方ちょっと変えた方がいいよ、この邪魔を。悪いけど。親が怒るような部屋ではないの、これ。違う。俺悲しいんだよね、自分家がここまで散らかってるっていうのは。悲しいよね、本当に。人は悲しみの繰り返しを繰り返しながら生きていくんだよ。じゃあ自分でやる。人は悲しみの試練を乗り越えながら生きていくね。ああ。あんたここで悲しいんかい。楽弁してて。悠々白書で玄海が祐介に言ってたわ。ね、あんたみてえなのさ。玄海が祐介に言ってたわ。羽ばたけ信号って腹、はた、はた、あれだよね。辛くねえよね。うんこ製造機だよね、あんたね。じゃあ、小エンマが言ったんだっけ。まんま食ってうんこべきしてるよね。うんこ製造機だよね。うんこしてるだけだよね。ほんで脱いだ靴下はみんなこう引っ張れるよね。ほんで靴下はみんなあのゴミで、あの、ようちゃんが来て袋入れて売っちゃっちゃってさ。売っちゃったよね、ようちゃんね。みんなこう売っちゃったよね。で、ここにコラーゲンのあの粉があった。あれ私ね、まだ期限が切れてねえから飲んでと思ったらありゃいいね。え？コラーゲン？コラーゲンの粉だよ。あったんだよ。コラーゲンの粉なんてどこにあんだよ。ここにあったんだよ、ここに。私、期限切れてねえから飲もうと思ったんだよ。どこにありましたか？ないんだよ。もう。ここまで散らかってんだもん、分かりゃしないよね。すごいよね、あんたっちゅう子はね。いろんなもの買ってね。すごいよね、ここまで散らかす人間いないよね。あんたって子はね。自分の家がね、すごいよね。あ、くまさん、ハートどうも。私、もう、大ごとだから行くよ、悪いけど。行くなんて、吉江さんが勝手に来てんですよ。体が大ごとだ。吉江さんが勝手に来てんやろが。だからみんなに悪いからさ、挨拶に来たんだよ。騒がしてすいませんって。そうでしょ？騒がしたでしょ、私。みんなに。騒がしたから、あの、挨拶に来ただけで。皆さんに悪いじゃないか。そうでしょ？皆さんに悪いよね。騒がしてそのまま行ったんじゃ。人間として。悪くない？悪くない？もっと親孝行してもらいたいよ、あんたに。こんな豚小屋にしないで。ね？もっと親孝行してもらいたいよ。35でこの部屋ないよ、はっきり言って。45秒何ができる？他のね、カップラーメンは作れません。他の配信者見るとここまで散らかってる。あー、トラノスケさんから花火ライトだけした。おいがおいがおいが、あの席はウィンドウズ、ビルゲッツ、ソフトバンク、孫正義。トラノスケさん、いつもありがとうございます。お金を大事に使ってください、トラノスケさん。ありがたいんですけど、ね。こんなクソガキにやっても何もならないから、うん、こんだけ散らかす人間なんだからさ。そうでしょ。吉江さん。うちがかわいそうだよね、ここまで散らかしちゃ。吉江さん。じゃないよ、あんた。ナイスは。ナイスはいいんだけどさ。ここまで散らかしちゃ嫌だよ、あんた。悪いけど。これ見たら涙が出るよ、私。この部屋が。こんな部屋ないで、悪いけど。本当に涙が出るよ、この部屋見ると。すごいよね、あんたの部屋ってね。汚いよね、隅から隅までね。ほこりだらけで髪の毛いっぱい落っこってんだよね。このぬいぐるみの下にも髪の毛だらけだよね。すごいよね、こういうとこで暮らせるんだから。すごいよね、あんたつこはね。すごいね。で、私立までビリビリに破っちゃうんだから、すごいね、あんたって子はね。親不孝もんだよね。そうやね。うん。すごい親不孝もんだよ。ここまで散らかった足も踏んごめねえような座敷にいるやつは人間じゃねえよ、はっきり言って。そうでしょ。人間じゃないよ、こんなとこにいられる人間は。悪いけど。人間だったら今少しね、きちんとしたとこいたいよ。ね。今度は冬物と夏物の整理自分でやってね、みんな。もうやりたくないから、私。一切。買ってもちっとも着ねえやつもあるし、そっちに。差し払うのなんとかつや、T シャツ。買ってみんな金打っちゃってんと同じだよね。ほんで人が200万払ってさ、
その200万で買われたと思うと腹立つよね。私が一生懸命働いてきたお金をね。ほんで年金もらってるわけだから。ね。私の金だよね。去年払ったのね。ムカつくよね。ムカつくよね、あんた。自分は痛くも痒くもねえよね。そうでしょ。だから出てってくれっつんよ。一人で生きてってくれっつんよ、ここ出て。悪いけど。もう関係ないようにしてもらいたい、うん、私は。あんたと関わっててもいいこと一つもないから、はっきり言ってね。いいことないよ、私。本当に。こんな金食い虫。どうしようもないよ。だから、のりこおばちゃんに言ってよ、ほら。もう治らないね、つった。親の財産食いつぶし、ちょろいで、ちょろいでって。電話で言ってよ、のりこおばちゃんに。もうダメだね、つった。それ言ってよ、私、のりこに。じゃあもうダメだねって言った。そうに言うんだよって。言ったけど、ガリガリガリクソンのネタだから、吉本の芸人にガリガリガリクソンってのがいて、それパクっただけで、パクったってか。でもそういう言葉出したよね、私にね。親の財産食いつぶすちょろいぜ、ちょろいぜってやつよ。ゆっこ、日の山へってんじゃない。違うんかい。その歌に似てね。だから、のりこに言ったらたまげたよ。もうダメだね。のりこさんにはダメ。のりこさんに言ったらダメだよ、もう。のりこさん、どんどん俺のこと嫌いになるから、ほんと。ただでさえ俺のこと嫌ってるんだから、もうダメだよ。もうダメだ。のりこさんに言ったらダメ、絶対。もうダメだっつって。なんでまた座るのよ、ジェイ。のりこさんには言ったらダメ、絶対に。なんかもう嫌になっちゃったんだよ。おば捨て山へ打ちゃってもらいたいぐらいになってきた。もう。のりこさんには絶対言っちゃダメ。あとだすけさん、くまさん、くまさん。あ、くまさん、ありがとうございます。バーガーだす。かわいそうだよね、こんなおばあがね。うん。すごいよね、あんたの言葉ね。すごいよね、歌もね。すごい歌うよね。もう頭なんか溶かしてないから。ガリガリガリクさんのネタだから、それ。あ、風船どうも。もうこっち向けないで、あんたの方向けとけばいいだんべ、顔は。あ、風船いいね、どうも。よ、じゃあ、よしえさん映さないと閲覧が減っちゃうんだよ。なんで？よしえさんが、みんながよしえさんを見たいから。そうじゃない、あんたの顔でいいんじゃないの。よしえさん映した方が閲覧が持つんだよ。なんで？よしえさん、俺よりよしえさんが見たいから。見たいってどういうの？俺よりも、よしえさんのことが見たいから、私だってさ、今少しさ、風呂入って頭でもきちんとしてれば出たっていいよ。この頭で映されちゃ困るよ。そうでしょ。この頭で映されちゃ困っちゃうよ。あくまさんありがとうございますね。いいねだ。いいね。ラジオ。あ、ラジオありがとうございます。チャリーだと思う。この頭じゃね、かわいそうだよね。私だってさ、ちょっとね、これかわいそうだよ。これはもうおばすて山打ちある顔だよね、もう。白髪頭でさ、もさもさでさ。あんた毛が薄いね。後ろから持ってきてるんかい。うるさいんだよ。後ろから持ってきてるね。すごいハゲたね。年中頭洗うからだよ。